代表的な腕座誌型である、腕関変換技の実演。右手で樹の左手首を持つタイプ。唐辛子スプレーを受けた後での実演である。腕座誌型は、柔道の関節技10本の一つである。行動感国際柔道連盟での正式名。相手の手首を手で掴んで肘を極める関節技である。アイフでの別正式名手、型、UH 手、がため。アイフ略号。 TGT。V1 アームロックに似た腕雑誌型極め方には、様々なバリエーションがある。一つは、相手の右からの毛下方から、左手で、相手の右手首を掴んで、自分の足の大体部に、相手の右上腕部を乗せ、左手で、相手の右腕を伸ばして、肘関節を極める技である。チキンウィングアームロック、V1 アームロックのような技も片手で。 自分のもう片方の手首を掴めば腕管に分類されるが両手で相手の手首や前腕部を掴めば腕差し方となる。腕管の一つであるチキンウィングアームロックへの返し技にも腕差し方に分類される技がある。相手がチキンウィングアームロックを狙ってきた自らの腕で自らの帯を掴むなどして踏ん張りもう一方の自らの手で 相手の手首を掴んで狙われた自らの腕に絡めて、極める技である。一方、光線柔道の神髄ではこの返し技も、腕間扱いしている。右腕を、相手の右上腕の下を通して、相手の右手首を内から掴み、相手の右肘を V1 アームロックのようにひねる腕差し方もある。片手のみで極める腕差し方である。記録映画。 柔道の神髄三船十段ではこの技の立ち姿勢でのものが腕勘の名称で紹介されている。当記事で何点か紹介されているように一部の腕座手、方は行動勘が固め技の名称を制定した1985年以前は腕勘と呼ばれることもあった。腕ひしに袖返しは相手の肘関節を極めながら横分の変化に腕返しを行う腕座手型。 2020年から柔道アイフルールでは、すべての腕返しが腕ひしぎ袖返しとみなされ、両者立ち姿勢での関節技ということで、指導の反則となった。行動間ルールでは反則ではないが、投げのスコアは得られない。腕ひしぎ襟十字固めは左腕を相手の右脇に外から刺し、左手で相手の横襟をつかみ、右手で相手の右手首をつかみ左腕を、 相手の右肘付近に当て、右手で相手の右腕を伸ばして極める腕差し方。堀編成士の骨董での名称。立ち姿勢での腕ひしぎ袖返しの後、寝姿勢で極める場合もある。書籍、決定版行動感柔道には寝姿勢で、仰向けの相手に対し極める腕ひしぎ襟十字固めが紹介されている。代表的な腕差し方である、腕間変換技の実演。 右手で樹の右手を持つタイプ。腕間変化儀は、片手で樹の片方の手首をつかみ、もう一方の手で樹の同じ側の腕の肘を押して腕を伸ばす、もしくはひねっての腕差し方。行動間後真術の左襟取りと後絞りで演じられている。右手で樹の左手首を持つ場合もあれば、右手首を持つ場合もある。ハンマーロックの一種とされる場合もある。 片手でのハンマーロックハンマーロックも腕差し方に分類される。うつ伏せになった銃の手首を液化から引っ張り出す。鳥の前腕部を銃の上腕部の後ろに当てながら、てこの原理を利用して銃の手首を引き出すようにする。この際に鳥の肘で銃の肘を畳みに押し付けて腕の動きを封じることでより効果的に引き出せるようになる。そこから銃の手首を背部に回して、 肩甲骨あたりに密着させるように動かして、関節を極める。樹が背中を伸ばして、逃れようとした場合は、樹の手を固めた状態で横側に覆いかぶさって、横四方肩へ持ち込む。もしくは、鳥の片手か両手で樹の一方の手首を握りながら、受けの腕を背部にねじり込んで関節を極める。また、三方では、ハンマーロックは禁止技である。糸通しという技術を併用する場合もある。 ガードポジションなどから左足を受けの背中に回し受けの、左肘内側に左足をかける。鳥の左足を糸に受けの曲げた左腕と背中で、作られる穴を針口に見立て糸を針口に通すように、する。両手、または、片手で、受けの右手首をつかみ、受けの背中側に持っていき極める。左足をかけていた受けの左腕の手首を持って、極めてもよい。 ピローアームロックも腕差し方に包含される。縦四方肩や袈裟肩などから片腕を枕にして、相手の頭部を抱え、もう一方の腕で、相手の片腕に絡めながら、手首を持ち、相手の頭部を持ち上げ、相手の肘を極める。本袈さ肩から掛ける場合は、自らの側の腕で、相手の肘を極め、方さ肩から掛ける場合は、自らの側の腕で、相手の頭部を抱える。 別名、V2 アームロック。テレフォンアームロックも腕差し方に包含される。縦四方肩やけさ肩などから両手で相手の片手首を持ち、相手が受話器を持って電話をかけているようにし、V1 アームロックのように肘をひねりながら極める。足肩は四つん這いの樹の左腕に外を向きながらまたぎ、左膝を床につき、右もも裏を樹の左上腕に当て、 両手で樹の左手首をつかみ持ち上げ受けの左腕を伸ばし肘を極める腕差し方。別名、足方である腕差し方とは異なる技である。上、膝肩は縦四方肩から、右手で樹の左手首を取り、右膝を樹の左腕の下に潜らせ、右膝を立てて、左手で樹の左肩を押さえ、右手で樹の左腕を伸ばして、右膝を 呪の左上腕に当て受けの左肘を極める。横膝肩は、仰向けの呪の右から右手で呪の右手首を取り左手で、呪の右肩を押さえ、右膝を呪の右脇の下に割れ入れ、右ももを呪の肘付近に当て右手で呪の右腕を伸ばして、呪の右肘を極める。タリックの肩を肩甲骨あたりで押さえるブリッチング藤原アームバーを、かける、プロレスラーマークハスキンスブリッチング。 藤原アームバーは、うつ伏せの相手の左肩を肩甲骨あたりで押さえ左肩で、相手の左上腕部を押さえブリッジしながら、両手で相手の左手首を掴んで左腕を伸ばす腕差し方。プロレス技。相手の手首を掴んだ後相手の体を飛び越える形で前転しブリッジする。相手の形態は藤原アームバーに似ている。別名はクオーバー。 腕差し方の一種ショルダーアームブリーカーの実演相手の手首、または肩袖を両手、または片手で掴み、相手を背にしてその腕を伸ばし、その上腕を肩に当てて、掴んだ手を下に下ろして、相手のその肘を極める。古流充実の演武やプロレスでよく用いられる。逆一本背負い投げや袖吊り込み腰で投げた時に、極まることがあり、柔道では危険な状態だった場合は、 反則負けを取られることがある。2018年から、アイフルールでは両者立ち姿勢での関節には、多くが指導以上の反則になった。このケースは、以前より厳しい裁きとなり反則負けを取られる機会が、増えた。映像作品、グレーシー・ジュジツ、ストリートセルフディフェンスボリューム2において、体内不技術として紹介されている。羽織は気がためはうつ伏せに倒れている。 相手の真横に腰を下ろして、両足で相手の片腕を挟み込んだ後、もう片腕を両腕で掴み取りながら極める腕差し方。プロレス技である。タイガーマスクがリバースダブルアームバーの名称で使用。重心サンダーライガーがオリジナル技鬼殺しの名称で使用。骨董の技で腕を絡め取る関節技。ライガーが骨董を習っていた時に使っていたが、 後に使わなくなり、他のものが使い、羽織脇固めと呼ばれるようになった。脇や脇腹を使用したり極めるわけではないが、樹の形態が腕座をき方の基本型に似ているため、脇固めが名称に入っている。変形羽織脇固めはうつ伏せに倒れている。相手の腕を、重プラッタの要領で固定して腰を下ろして空いている。相手の手首を自分の両手でつかみながら、 自分の方へ引き寄せて肩や肘の関節を痛めつける腕差し方。プロレス技である。ザック・セイバー・ジュニアが代表的な使い手。三角締めの体勢から相手を引き倒して極めるなど、入り方は様々あり、相手の負傷箇所によって逆サイドに腰を下ろして腕を極めることもある。脇や脇腹を使用したり極めるわけではないが、相手の形態が腕差し方の基本型に似ているため、 脇固めが名称に入っている。ザックが使用する以前に、ミカミが開発していて、オルフェーブルの名称で使用。別名ジム、ブレイクスアームバー。ありがとうございます。